新大久保まで来ているんだけども、あまりに混雑してて全然駅から出られないという。こんなに人気なんだ新大久保って。阪急は大変混雑しております。恐れ入りますが階段上りましてもその付近では立ち止まらず、ホーム中ほどから奥までお進みになっての電車のご利用をお願いいたします。ホーム上奥側は比較的空いております。電車のご利用いただきやすいかと思います。いや、こんなに人気なの新大久保って。ちょっと舐めてたわこれ新大久保。ケバブ屋、ケバブ好き？ケバブ多分私ね食べたことないと思う。ちゃんと、あ、そう、あのあれ削るんでしょ、あの肉だから。ああ、ケバブね、うまいよ。そうなんだ。なんかほら、だいたいあの外国、ああいうさ、外国の人とか行ってるじゃん。ああ、そうだね。なんかそこでちょっとなんかなんかあれか、あの衛生的なあれでってこと。いや、衛生的とかじゃなくて、なんとなく、だからくどそう、接客がなんかね、あれだよ、お兄さん、そこのお兄さんケバブいいよとかって。ほら、さっきもそういう感じだったじゃん。そうそうそう、あれの、なんかその時点でなんか気に入っちゃうっていうかさ、あ、いいっすってなる。うん、あーみたいな感じで、早く目の前を通り過ぎたくなっちゃう。そうだね、あんまあのグイグイ来る感じは日本人は好きじゃないかも。もっとあれだよね、あのそっとしといてほしいよね。そうあれでしょ、あのモッツァレラ米ハットグ、めちゃめちゃ出てきた。あ、なんか どっから並んでんだろう。わ、ここからだよね多分。ここが最後尾だよ。どんだけ。めっちゃ伸びるな。ちょっとあれかなと、いや優しいかなと思って、そういう人多くても大台にちょっと優しめかな。あー素晴らしい。あーすごい。あー、全然すごい。なんかなんだろう、あの全然空いてるように見えちゃう。自由に方向転換できるのがいい。なんか自衛隊的な。え、ベース基地層ってさ、はい、うん、もっとさ細い通りだと思ったんだけど、ここはまだ違うんだね。もっと向こうだよ、あの巣鴨商店街の確か途中にあったと思う。え、あれでしょ、なんかさ、お寺だか神社だか。あ、そう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 、うん、煙がすごいバーッて消える。それをこうやってさ、自分のなんか悪いところに当てるとってやつだよね。いや、なんかいやそれもあるけど、うん、なんか地蔵がいて、うん、でその自分の悪いところを触ると治るって言って、うん、でおじいちゃんおばあちゃんがなんかよく頭触りたがって、うん、で、うん、頭が悪いの治ればいいなみたいな定番ギャグをやってるっていう。もう頭がすごいさ、あれすり減ってるんじゃない。ああ
みんな定番のギャグをやるから やるから。え、何それ？シニア専門ネイルサロンですわかる。うるうるうるとか50代の方 50%、ちょっと 気になるわ。 50% 70代の方 50% とか。100歳あ、完全無料って書いてあるよ。100歳以上本当だ、すげえ。大丈夫です、私がちょっと迷ってる。年取ってもこんなやりたいもんなのかな、こういうこんな。でも都会のほら奥様はさ、あ、普通になってもやっぱり綺麗に、ああ、そうかね、うん、今のさ、年取ってもやりたいもんなのかなでさ、だいぶ俺あれ反感買いそうだわ。気をつけないと言葉に。あれが多分トゲ抜き地蔵。そうそうそう、どんだけみんな並んでんだよ。どんな感じなんだっけ。あ、水、 あれか。そうか、あれか、水かけて拭くのか。あ、そういうこと。ああ、あれが相当ツルツルになってそうじゃない、あの、そうかそうか、みんな願掛けで念入りにさするからさ、ああ、みんな行列化できるわけ。ああ、そうだよね。へえ、並ぶ気はしないな、でも、うん、やっぱりほら、並んでまで、ね、並んでまで、こう、やっぱりやりたい人に並ぶ。あ、まだまだ、まだそこまで危機感ないし、そこそこまでなんか、まあ、体に異常もないからな。何あれ、面白いすごい、ね、なんかいいね。あ、なんかさ、可愛すぎず、ちょっとダサい感じが逆に、ちょっと面白い。なんか海苔のさ、懐かしくない、あの海苔のさ、イメキャラみたいな、わかる？あ、あれそうなの？あれこれこれこれ、なんか幼稚園のこれ、そうそうそう。なんかこの頭の部分をさ、パカッと外すと。糊が出てきて、これなんかヘラでこう塗るのあったじゃん。やった、不液、不液のね、 あったわ。よかった、通じて。貴族、コーヒー専科貴族のコーヒーって言っちゃったっぽい。ああ、でもそうでもなかった、ブレンドコーヒー300円って書いてある。うん、ケーキセットで650円だったら、まあ、あ、いいよね。なんかやっぱさ、良心的だよね。うん、あの、売ってるもの、売ってるさ、うん、物の値段とか。若いとやっぱりさ、うん、あの、見栄とか張りたいから、うん、変なブランドにやたら金払うじゃん、ブルーボトルコーヒーみたいなさ。そうだね、年寄り、年取るともうそういうのも通用しないっしょ。うん、そうだね、本物のね、本当に美味しいもの、ね、美味しいものをね、うん、そうそうそう、安くて美味しいものとかさ、うん、本当にうまいコーヒー出しそうだったよね、さっきの感じの店構え。うん、お、来た来た来た、うわ、すごい、やばい、だから出口が出口が欲しい。ああ。フートゴング。フォトの、そうだね、知らなかった。バイクで鳴らすイメージしかないわ。バイクにつけるもんだと思う。危ね。
名前あれがねやけに見えるし。